トップ昇格内定、奈良岡光3年、清水ユース、プリンス東海、本来はプレミアイースト、今年の高校年代最高のミッドフィールダー、外見同様、柴崎岳を彷彿とさせる抜群のスキルとクレバーさを持ち、ゲームをオーガナイズ、中学時代はドリブラーで、自ら仕掛けて目に見える結果も残せる、本人は自分の武器を運動量とボール奪取力と語るように、守備力も抜群で、献身的に上下動、ハードワークする、要はスーパーな選手です。中盤ならどこでもこなし、各世代別代表では常に中心でした。日本の未来を担う有望株、今年夏にトップデビューしました。もうトップチームでもレギュラー張ってもいいぐらいのレベルだと思います。藤井海斗3年、琉球大柏高校、プレミア関東、本来プレミアイースト。入学してすぐこの超名門の主力に定着し、全国で活躍。運動量と読みが素晴らしい、ボールダッシュ、カバーリング、奪ってからのパスセンスを武器に、代表でも活躍。ただ、チーム事情と守備センスが高いゆえに、センターバックを務めることも多く、ボランチでアピールできていれば、U17ワールドカップメンバー入りもあったと個人的に思うし、プロ入りするならやはりボランチがいいと思います。早生まれなので代表にとってもいいかなと思います。イビ・シュント3年、柏U18、プレミア関東、本来プレミアイースト。外見同様、大島亮太を彷彿とさせるプレーメーカー。利き足は左で、精度の高い長短のパスで攻撃を作り、急所をつく縦パスも見せる柏さんらしい技巧派。昨年からスタメンを張り、今年は絶対的中心。フィジカルが少し課題だが、川上光達3年、帝京長岡高校、プリンス北信越。昨年は全国選手権ベスト4に輝いたタレント集団帝京長岡の圧倒的攻撃力を陰で支えたいぶし銀。あまり目立たないが、的確なポジショニングでリスクマネジメントし、攻撃でも時折技術を見せる。逆に今年は一気にタレントがいなくなり、特に攻撃の戦力団は明らかだが、川上を中心にチームの伸びしろに期待です。佐藤壮志3年、東福岡高校、プリンス九州、本来プレミアウエスト。トスU15時代はクラブユース選手権 MVP と高円宮杯全国選手権優勝に貢献した天才肌のテクニシャン。左足のミドルやキープ力などに類まれなものを感じさせ、昇格を蹴って進んだ名門高校でも1年目から活躍を期待していたが、そう甘くはなかった。昨年までさほど出番は与えられなかったが、今年は非常に期待しています。横川朝日3年、
湘南アンダー18、神奈川県一部、18年アンダー16アジア選手権までは代表の中心だった。攻守のバランス感覚に優れ、試合を安定させる。ただ、好不調の波が多い印象で、平均値は高いが、絶対的な武器がないこともトップ昇格への障壁になるか。昨年はチーム事情で3バックの中央を務めた。梶浦優希2年 FC 東京アンダー18プレミア関東、本来プレミアイースト。 FC 東京アンダー15深川時代はキャプテンとして全国制覇。各差別代表では常連で、現16アンダー16代表でもキャプテンです。 FC 東京アンダー18では今年から主力に定着。派手さはないが、状況判断と技術の高さでゲームを作り、的確なポジショニングでピンチを未然に防ぐなど、攻守で欠かせない働き。井上海斗3年、千葉アンダー18、千葉県一部。昨年から10番を背負う、左利きの司令塔。中盤の底から長短のチラシでゲームメイク。昨年は少し縦の積極性やゴールの意識が低かったので、今年はそこを改善し、守備力もつけたい。